ゲパルト型フリゲートは、ロシア海軍の警備官の環級に対して付与された、NATO コードネーム。ロシア海軍での正式名は11661型、警備官。本型は、1980年代に開発された11660型小型対戦艦に、期限を有する。これは1988年5月に寄港された、ものの、 性能不足が指摘されたことから、11月に建造中止となった。その後、1124型の後継として、改良型の11661型が開発され、インド海軍向けとして、1993年1994年に一隻頭つが寄港された。しかしこちらも、性能不足が指摘され、インド海軍が引き取りを拒否したことから、 ロシア海軍が引き取ってカスピ小艦隊に配備した。本型は満載排水量1200トン程度の小型対戦艦である1124型の後継として開発されたが、対戦紹介能力の強化のため艦型に比して大型のソナーを搭載した結果、満載排水量にして2000トン近くまで大型化することとなった。 船体及び上部構造物の大部分は構成だが、上部構造物の一部には、アルミマイナスマグネシウム合金も用いられている。なお、安定化のためフィンスタビライザーが搭載された。艦姿としては、小似型において 76.2mm 連装砲一機が、配置されていた全甲板に、ルブマイナス6000対戦迫撃砲、その後方、 上部構造物の前端一段上がったところに、AK-176-76.2mm、炭素、mm、速射砲、三段式に、手法の上部に視界が来るよう AK-630、30ムシイップリングウィズズ、船体いっぱいに拡張された、選手牢型環境、環境上に、マストとドラムチルト、レーダーレドーム2機、後方に煙突が続き、船体上左右両側に、 3M24 艦隊艦ミサイルが装備されている。また、巡航が一番艦の10年遅れとなった二番艦では、主兵装は長射程のカリブル NK 巡航ミサイルに変更された。分鎮状の上部構造物が、千0 0ビーチ5まで続き、煙突から少し後部の一段高いところにもう一機の AK-630、30ムシープリングウィズズが装備され、 一段下がった構造物後端に 4K33 オサーエム股艦防空ミサイルが装備され、完備に可変深度ソナーが装備されている。本型は海外輸出を視野に入れて多くの派生型が設計されており、5タイプに大別される。ネームシップは最初、ヤーストレプと命名された。2番艦もアルバトロースと命名されたが、後にダゲスタンに改名された。 三番艦はブレベスニュクと当初の艦名は鳥関係が多かった。手頃なサイズであり三番艦の建造も検討されたがこれは断念された。2015年10月シリア内戦でアサド政権側を支援するためダゲスタン率いる艦隊がカスピ海から巡航ミサイルを発射して反政権側の拠点を攻撃した。クロンシュタットで建造中の リンティエンホアンベトナム海軍が上記の3型を元にした3.9型を発注しており、2011年に2隻を収益させた後、さらに2隻を追加発注しており、2017年後半に引き渡される予定であったが、この2隻の収益は2018年となった。また2014年にも2隻が発注され、合計6隻となっている。 2017年3月にロシアとスリランカは3.9型の購入でほぼ合意していると報じられた。7月にはゲパルト5.1を交渉中と連邦軍事技術協力のスポークスマンが述べた。ありがとうございます。